それでは、第13週目になります、残すところあと2週ということになります、今日の話題はどういう話題かといいますと、ここにありますように、漁師の状態ですよね。有限オートマトンに関しまして内部状態というのがありますけれども、その、内部の状態ですね。ですから通常のクォンタムステートではなくて、ステートコンプレクシティというその内部状態の数で計算量を測るというのがありまして、それの量子版という形になっています。ちょっと紛らわしい言葉遣いなんですけれども、これは有限オートマトンの内部状態の数を表す計算量を量子化したものということになります。でそれに、今日はアドバイスの話というわけです。アドバイス今までやってきましたけれども、それとはまたちょっと異なりまして、量子化されたアドバイスということになります。それで、今日が、第13週目になります。残すところは、14週目と15週目ということになります。それで YouTube の方に、国際会議で発表した内容につきまして動画が、アップロードされていますので、キーワードサーチをして、探していただいて、見て視聴していただくということをお願いします。で今日の話題は、ここにあるような論文ですよね。古いものですと2004年から、最近の2015年までの、内容になっています。ここにありますようにリバースですね、簡約性のある有限オートマトン、それから量子の有限オートマトン、それから、コンプレクシティの、ラッパーバウンド、ロアバウンドに関してと、それから先ほど言いましたその内部状態の計算量の量子化版というのもあります。さあそれでまず最初にアドバイスのところから出発しましょうということです。で、アドバイスというのはここにありますようにノンユニフォームな計算量のクラスを定義をするのに使われますので、それをもとにして、BQP というのを以前やりましたけど、それにそのアドバイスをつけるという形で、進んでいきます。でちょっと、復習から出発しますが、今まで習ってきたその3週目5週目で取り扱ってきたアドバイスというものはどういうものだったかといいますと、決定性のアドバイスですね。これが通常のアドバイスと呼ばれるものになります。それからもう一つはそれをランダマイズしたものと、要するに確率的にストリングを選んで、そのストリングがアドバイスストリングとして与えられて計算がスタートするという形ですね。でこの両方ですね、片方の方はもう固定されたアドバイスで、下の方はその確率分布に従って選ばれたアドバイスなんですけれども、両方ともその古典のアドバイスというものになっています。で今回考えるのはこれを量子化するんですけれども、その前にピースラッシュポリをちょっと復習しておきましょうとですね。これ3週目で取り扱いましたけれども、これは通常のチューリング機械がありますよね。インプットワークテープ、1本のテープでインプット、それからワークテープ兼ねているわけですけれども、さらにそこにアドバイステープと呼ばれるアドバイスが書かれるテープというものが追加されて、この2本の内部、テープの記号を読みながら内部状態を変えて計算が進んでいくということになります。でこのアドバイステープに与えられるアドバイスというのは、このインプットの長さですねに、応じて1つ与えられるということになります。例えばバイナリーのインプットである場合には、長さが n であればその n に対して1つということですから、2の n 乗異なるインプットに対して1つということになっています。でこのような機械で認識される言語の全体のことをピースラッシュポリという形で書きました。でこのポリというのは、要するにこのアドバイスのストリングの長さが入力の長さ n に対して多項式で表されるということになります。これが短い場合ですね、log n ぐらいですと p スラッシュ log という別なコンプレクシティクラスということになります。さあそこで今やりました p スラッシュポリというのを量子化しようという話ですね。西村って山上が、2004年に、考えたクラスが BQP スラッシュポリというクラスですね。これは先ほどの定義
ですね。まあ、12週目にBQP っていうのをやりました。これは、多項式時間で、計算できるクラスなんですけれども、量子チューリング機械を使って多項式時間で認識できる言語の全体というのが BQP でした。で、高い確率ですね。確率が入っていてバウンデッドエラー、最初の B というのがこのバウンデッドエラーを表します。でそれにアドバイスをつけます。で、このアドバイスは先ほどの P スラッシュポルと同じように古典の、ディターミニスティックなアドバイスを与えるということになります。で、サイズがここにありますようにポリということになります。もう少し正確に言いますと、この、H というのがこのアドバイス関数と呼ばれるものになります。ここにあります、アドバイスファンクションですね。これが、入力の長さをもらってきて、そしてストリングを返します。ただこのストリングのサイズというのが、X 入力の長さのポリノーミアル P ですね。これ P はポリノーミアルを表し、ポリノーミアルを表しているんですけども、これで抑えられていると。そして X が L に、この言語 L に入っているときに M がこの2つですね、通常の入力 X とそれからアドバイスのストリング2つをもらってきて高い確率でアクセプトをすると。で、入っていない場合にはアクセプトをしない、リジェクトをするということになります。さあ、それで、どういうことが分かったかといいますと、この BQP スラッシュポリというのは先ほどありましたようにチューリング機械というもので、計算されるわけですけれども、別の言葉で表現することができます。これがサーキットを使うと、要するに量子回路、クォンタムサーキットを使って、表現をすると、まあ、ある意味その、キャラクタリゼーション、キャラクタリゼーションというものになります。で、BQP スラッシュポリに入っている言語というのはどういう言語かといいますと、ノンユニフォームなファミリーですね。このクォンタムサーキットでそのポリノーミアルのサイズですね。このサイズというのは何かといいますと、このサーキットの中で使われているゲートの数がこのサイズになります。つまりポリノーミアルで抑えられるぐらいのゲートを使って1個のサーキットを作るんですけれども、この N っていうのが入力の長さ、 N に関して関係していると、入力長さです。だから入力の長さ N に対してそれのポリノーミアル個まで、ゲートを使って作り上げたサーキットで、L を認識することができる、計算することができると。で、エラーの確率は、3分の1以下であると。つまり、3分の2以上の高い確率で確かにこの L というのを計算するということになります。ですからこれが、要するに量子チューリング機械で、定義された元々のクラスを、サーキットの言葉で書き直したものになっています。で、もう少し正確に言いますと、 X が L に入っている時には通常の入力とそれからあと0ですね、まあ、これメモリーとかいろいろな用途に使って構わないこの0という部分ですよね。で、このキュービットをもらってきて最終的に計算が終わった後にアウトプットされるキュービットの中のどれか一つですね、例えば最初に出てくる場所と、これをメジャーメントすると確かに X が L に入っている時には1が高い確率で、で、X が L に入っていない場合には同じように計算をして最後に、最初のキュービットをメジャーメント取ると0というのが高い確率で出てくるということになります。ですから X が L に入っているときは1が出て、 X が L に入っていないときには0が、高い確率で出るということになります。さあ、それをで先ほどあったのが BQP スラッシュポリですけれども、そのポリの部分をいろいろと関数、変えてみますと、一般にはこう BQP スラッシュ F という形で定義をすることができます。で、違うところはどこかといいますと、この、アドバイス関数ですね、この大きさがこの F というファミリーの中の関数で抑えられていますですね。これがポリノーミアル全体であれば、先ほどのようにこの F のところがポリノーミアルになりまして、 BQP スラッシュポリが出てくるということになります。ですからここのところを例えば N とか N の2乗とか、ね、それからログ N の3乗みたいな形で制限をしていきますと、いろんなクラスが定義されるということになります。さあ、そこでどんなことが知られているかといいますと、西村と山上が示したのはその BQP スラッシュポリっていうのは、実は BQP が T
ていう、これ B2B ですね、通常の B2B にオラクルをつけます。でタリーセットのオラクルをつける。タリーセットっていうのはどういうのかといいますと、文字が、要するにアルファベットが1文字であると、ね、そこからそれで作られる言語の全体がタリー、まあ言うなり言語という言い方もしますけれども、タリーというのは1文字、1アルファベットが1つであると、ね、1つのアルファベットから出来上がる言語の全体ですね。これは計算できるできないにかかわらず全体を取る。でここにクイリーして、計算をするというオラクルの計算で表現することができます。じゃあこの BQB スマッシュポリというのは実は、まあ、限界がありまして、E スペースですね。 E スペースというのは、通常のディターミニスティックなチューリング機械を使いまして、スペースですね、これを2の N 乗まで使って構わないという、言語の全体ですけれども、それを計算することはできません。まあこれが限界ということですね。それから、BQP を定義をするときに、あのアンプリチュードをどこから取るかっていうのを話をします。例えばこの C っていうのは、複素数全体ですから何でもありというやつですね。とこの、言語というのは実はアドバイスを使いますと BQP スラッシュログ、キュービック、3乗ですね。これはどういうのかというとログ N の3乗に、まあ、定数倍したもの、ね、これぐらいのアドバイスで、与えますと、ここで何も書いてないんですけど、これはあの計算できるアンプリチュードです、ね。まあ、Q でも同じです。あの有理数の全体でも構いません。ですからこの C という、あの何でもいいという何でもいいアンプリチュードは実はログ3乗ぐらいのアドバイスに変換することができる、で書き換えることができる。でその BQP の C ですね、これどのくらいパワーがあるかというと、この 1ビットですね、1ビットだけあのアドバイスを付け加えた、あのクラスがありますけど、それを含むことはできませんというんで、これがまあ限界になるんですね、というのが証明されています。さあそこで今度は、クラシカルのアドバイスからクォンタムのアドバイスに、移行しましょうというわけですね。これも西村と山上が、考えた、概念なんですけれども、通常の、量子計算がありまして、ここにスタンダードのインプット、これ与えられますよね。で先ほどはあの古典のアドバイスを与えてたんですけど、それをクォンタムのアドバイスにしましょう。つまりこれがクォンタムステージですね、量子状態になっているということになります。ですからこの2つのインプットを取って、クォンタムの計算が進むということになります。ですからこれがクォンタムチューリング機械であれば、2つのテープを持っていて、スタンダードなインプットとそれからクォンタムアドバイス両方からの情報を得ながら計算をしていくということになります。そしてその、量子のアドバイスですね、量子アドバイスの大きさが2のポリノーミアル上のディメンション、まあまあ、別な表現をすると、ポリノーミアルのサイズのキュービットを許して、計算を行う場合ですね、BQP スラッシュポリに対して Q ポリと、ね、この Q というのはクォンタムを表していて、要するにポリノーミアルサイズなんだけれどもクォンタムのアドバイスを使ってますということを表している Q です。で BQP スラッシュ Q ポリというのが定義をされるということになります。で違うところは先ほど言いましたように、アドバイスが古典ではなくて量子状態だということになります。でこれはポリノーミアルのサイズの Q ビットを使っているということになります。これをまた別の表現をしましょうというわけですね。サーキットを使って書いたらどうなるかといいますと、まあ、あの L という言語に対してそのキャラクタリスティックファンクションというのを、解サブ L と書くことにしましょうというわけですね。これはキャラクタリスティックファンクションというのはどういうのかというと、X に入力 X が L に入っているときにはアウトプットが1で、入っていないときにアウトプットが0になるという関数のことです。で BQP スラッシュ Q ポリと、ここに入っている言語というのはどういう言語かといいますと、先ほどと同じようにポリノーミアルのサイズの、量子回路ですね、クォンタムサーキットと、それからここに、ユニタリーのオペレーションですねの、シリーズがありまして、でこれはこのポリノーミアルサイズのキュービットにかかる、オペレーションですでいうのがありまして、この条件を満たしている。これどういうふうに読むかといいますと、L という言語
に対しまして、L、この X、入力 X が L に入っているときは1が出て、入ってないときは0が出るという関数でしたから、その関数の値をそのままこの量子回路がこの入力から計算していると、高い確率で計算しているということになります。で、入力としては通常の X、スタンダードの入力 X と、それから0をポリノーミアルこう並べたものに、ここで存在すると言われているユニタリーのオペレーションをかけて変換した、この値ですね、まあ、これがいわゆるですね、あのアドバイスのクォンタムビットになるわけですけれども、そこのこの2つをもらってきて計算をして、この答えを高い確率で出す という形で特徴付けることもできますよという結果になっています。さあ、それで先ほどあの BQP スラッシュポリを拡張して BQP スラッシュ F というのができました。それと同じように今度は BQP スラッシュ QF というのを定義をすることができます。で、変える場所はどこかといいますと、このアドバイスの、大きさですね、これが2の FN 次元、上次元ということです。まあ、キュービットの言葉で言いますと、キュービットのサイズが F of N を超えないということになります。ですからこれがポリであれば、ポリノーミアルのキュービットを使うクォンタムアドバイスになって、これがログであれば、ログ N、このキュービットを使うアドバイスということになります、ね、ですからこれあのコンスタントっていうのも作れますし、これがログ、今先ほど言いましたように、ログ N に比例する、サイズのキュービットを使って、アドバイスとして使って計算ができると、そういうようなクラスになっています。さあ、それでそのクォンタムアドバイスに関しましては、こういうような結果が、西村と山上で、得られています。これはどういうのかといいます と、ログ N のキュービットを使うクォンタムアドバイスを使って計算できるものは、実は古典の方だとそれの指数上ですから、2のログ N 上っていうのが大体ポリノーミアルですから、ポリノーミアルで抑えることができます。まあ、言い換えると要するに量子アドバイスは古典アドバイスでシミュレーションすることができます。まあ、サイズはだいぶ違いますよね、指数的に大きくなります。それからDQP に古典の 6N、ビットのアドバイスをつけたもの、それから 6N の量子のアドバイスをつけたもの、それから、ポリノーミアルのサイズの、古典のアドバイスをつけたもの、この3つはイコールになることはありません。もうあの、何の仮定もなく違うということが証明できます。で、 6N の2乗でこれ P ですね、これはあのポリノーミアルタイムの古典の決定性のアルゴリズム、チューリング解で計算できるんですね。アドバイスがログ N の2乗まで使っていいと。と、これを BQP という要するに量子計算で、ログ N キュービットを使ってやろうと思ってもできません。こちらの方がパワーがありますよということになります。ここが2乗でこちらが6と、そこの違いですね。それから、EE スペースで、これは先ほどあったのが E スペースですけど、EE というのは2の2の N 乗ぐらいのスペースを使って計算できるコンプレックスティクラスです。これを BQP の Q ポリは含むことはできません。さっきの結果というのはここが E スペースで、ここが BQP スラッシュ古典のポリという形でしたね。それがここに E がくっつく、あの Q になった時には E がくっつくという形になります。で、これがあの今まで知られている中で一番いい結果なんですけれども、これ以上いい結果というのはまだ知られています。で、まあ、オープンプログラムとしましては、このポリとこの古典のポリと、それからクォンタムのポリが実はイコールになるのかならないのかっていうのはまだ未だに解けていなくて、でこの BQP っていうのはこの EQP ですね。 E っていうのはこのエグザクトの計算をするっていうですね、エラーがないやつですね。エラーフリーで、量子で Q ポリ、を使って計算できますかというものですね。こちらの方はバウンデッドエラーです。こちらはエグザクト、あるいはエラーフリーの計算ということになります。で、BQP スラッシュポリが前あの証明したのは E スペースを含むことはできないんですけど、 P スペースを含まないのかどうかですね、これも分かっていませんということになります。さあ、それでは2番目の話題というわけです。
ですね、アドバイスなんですけれども、今度は計算の方が、リバーサブルなオートマト、簡約性のあるオートマトに限った場合ということになります。で、リバーサブルなファイナイトオートマトはここに R っていう字を書きました。 RFA と、ね、この1っていうのは一方向に動くという意味になります。意味です。で、アドバイスの表現っていうのはこう、テープ、このここからは多項式の計算ではなくて、チューリング機械の計算ではなくて、オートマトンの計算になります。ですから、テープにテープ1本をこう半分に切ってトラックとして、上半分に通常のインプット、それから下の方にアドバイスのストリームを与えるという形で、以前定義をしました。で、それを、この今回も使いますということですね。で、表現につきましては、要するにヘッドはこの上と下の文字を一つの文字として、まあ、ここにありますよね、こう紙括弧で書いてあります。これを一つの文字として、読んで、上と下に何が書いてあるかを理解しながら計算を進めていくという形になります、ね。で、アドバイスのアルファベットというのは、通常のアルファベット、インプットのアルファベットと違うものを選んでも構いません。それで、長さのファンクションですね、レンクファンクションというのがありまして、今度は決定性のアドバイスと、それからランダマイズのアドバイスと、先ほど説明しましたけれども、こちらを使っていきます。で、ランダマイズのアドバイスにつきましては、確率分布というのがありまして、これが D sub N ですね。入力長さ N という入力 X が与えられたときに、この D sub N というのは、この X と全く同じ長さのストリーム、このギャンマーというアルファベットから、取ってきた文字を使って できる、長さが、一般にはこの T でずれるんですけれども、 N に対して T of N という長さの、固定した長さの、アドバイスストリームをプロデュースします。で、もし X とか Y の長さが違った場合には、ここに特別なセパレーター、あるいは記号を書いて長さを調節するというのを以前やりましたけれども、そういうような、特殊な動かし方もやりますということになります。さあ、それでまだ復習なんですけれども、レグスラッシュ N というレギュラースラッシュ N というのはどういうのかだったかといいますと、これは、コンプレクシティクラスで、ここに入っている言語というのは、次の条件を満たします。一方向に動く DFA ですね、決定性の有限オートマトンがありまして、それが M ですね。それからアドバイスのアルファベットというもの、ギャンマと、それからアドバイスの関数 H というのがありまして、この、アドバイスの長さはちょうどぴったり入力の長さと同じで、X が L に入っているときに、機械、オートマトン M は、この X とアドバイスのストリング両方を見てアクセプトをします。入っていないときにはアクセプトをしませんという形ですね。で、CFL スラッシュ N というのは、この DFA のところが非決定性のプッシュダウンオートマトンに変わったものということになります。まあ、ちなみにこのスラッシュ N の N というのはここですね。アドバイスの長さのぴったり N である、入力の長さと同じということを表しています。で、今度は、このアドバイスのところが確率分布に変わった場合ですね。その時にはどうなるかといいますと、この D sub N というのがアドバイスのストリングを、ある確率で、D sub N of Y ですね、という確率で、生成します。で、この、M ですね、この DFA M というのは、この X と、それからこの D sub N がジェネレートした、ストリングのペアですね。これを、この意味は、確率変数という意味なんですけれども、これを読んでアクセプトする、リジェクトするというのを、高い確率で行いますということになります。で、これが、レグスラッシュ RN と、この R っていうのはランダマイズの、頭文字になっています。それで、今言った、レグスラッシュ N と、それから CFL スラッシュ N と、それからレグスラッシュ RN ですね。この関係というのはこんな感じになっています。で、これが要するにノーインクルージョンで、包含関係がなくて、こっちがプロパーなインクルージョンになっています。つまり、下と上はイコールにはなりません。上の方が下を含んでいますけれども、イコールにはなりません。真に含んでいるということですね。
という形になっています。さあ、それで、これから説明するのが、リバーサブルな、オートマトということになります。でリバーサブルというのは簡約性ですね。要するに、ある状態である記号を読んだときに、そこから遷移したものが逆に元に戻るということになります。で、まあ、基本的にはこういう形ですね。で正確に言いますと、リバーサブルには2通りありまして、決定性のリバーサブルと、それから確率的なプロバリスティックなリバーサブルと2つありますが、今回は決定性のオートマトンの特別な場合という形で定義をします。でリバーサビリティコンディションという、要するに簡約性というのはどういうのかと言いますと、要は要するに P という内部状態と P' という内部状態、異なる内部状態が同じ記号を読んだときに同じ内部状態に来るということがない。どうしてかと言いますと、逆に元へ戻ろうと思ったときに、Q という状態でシグマを読んだときに P に行くのか P' に行くプライムに行くのか2通り出てきて、元へ戻ることができませんというので、こういう場合がダメと。ですから2つ違う記号、内部状態から1つ新しい内部状態、共通の内部状態に移動する場合には必ず違う文字を読まないといけないというですね。こちらの方は OK ですが、こっち向こうの方はダメと、ね、これが、簡約性の、コンディションということになります。さあ、それで、このリバーサブルなファイナイトオートマトンというのは、まあ、ある意味その量子のファイナイトオートマトンの特別な場合と、まあ、エラーがないですねに、なっていますということになります。それから、まあ、それはどうしてかといいますと、リバーサブルなファイナイトオートマトンというのは簡約性がありまして、量子の方も、エラーがなくて、しかも観測が途中で観測がなければリバーサブル、要するに簡約性がありますので、似たような状態になっているということになります。さあ、そこで、これから、考えるのはその RFA ですね、リバーサブルなファイナイトオートマトンにアドバイスをつけたものを考えます。でまず、通常のアドバイスですね、ディターミニスティックなアドバイスをつけたものというのは、レグスラッシュ N とほとんど同じですね。違うのはこの機械ですね、オートマトンがリバーサブルなファイナイトオートマトンになっているというところが違うというわけですね。先ほどまでは 1DFA だったのが 1RFA に変わったというですね。それからランダマイズのアドバイスの方というのは、まあ、基本的にはこういう形で書くことですよね。大文字の RN というのがありまして、でこれも、アドバイスのストリームというのがこの確率分布に従って、生成されて、それを、入力、通常の入力と合わせて読んだときにアクセプトリジェクトが高い感じで、元の言語の集合と一致するということになっています。さあ、そこで、どんなことができるかというと、そこの、パリンドロムですね、マークがついたパリンドロム、中央にこうセパレーターがつきまして W と W リバースが分かれていると、こういうようにマークがついたパリンドロムの場合ですと、これはDFA ですよね、1DFA、決定性のオートマトンにアドバイスをつけてもできませんと。ところが、これをランダマイズにしますと、このディターミニスティックよりもっと弱いリバーサブルの機械で認識することができます。それから今度はデュープですね、WW というやつね、これはデュープケーティングの W を重ねて、まあ、コピーして使うというやつですね。これは CFL/N にも入っていません。ところが、そのランダマイズしたアドバイスにしますと、リバーサブルなオートマトンで認識することができますということです。で、この最初の方のやつですね、ちょっと証明見ていきましょう。先ほど言いましたように、このレグスラッシュ N というのは、には入っていませんが、RFA ですね、ランダマイズのアドバイスを使う、ランダマイズのアドバイスを使うとできますよということです。で、ランダマイズのアドバイスとしてはどういうのを取りますかというと、この N というのが偶数あるいは奇数とに分けるんですね。偶数の場合ですと Y とそれから Y のリバースで真ん中にこう、セパレーターが入った、この形を全て等確率で、生成します。でもし奇数の場合には、まあ、こういう形をしてないわけですから、初めから全部この
セパレーターの機能を全部並べましょうと。でそれ以外の形の時はまあ0を出しましょうというわけですね。まあ、これが確率になるんですね。という形になっています。で、そのベースになる機械ですけれども、1RF エアどうやって見るかといいますと、まずこの、テープ上ではこういうふうにもらってくるんですね。こちらの方に入力が来まして、こちらの方にアドバイスのストリングが書かれているわけです。で、例えばここの場合ですよね、長さが偶数の場合ですよね、偶数の場合には、ここに Y、パウンド、Y リバースという形が書かれています。ですから、この、リバーサブルなオートマトンは、この X と Y というのを上下読みながら、内積を取ります。こうビットごとの内積を取っていきます、ね、でこちらの後ろの方につきましてもビットごとの内積を取りましてそれでこのこちら側の内積とこちら側の内積が、まあ、これ偶数奇数、モード2でやってますから、0か1かなんですけれども同じ場合にアクセプトして違う場合にはリジェクトするということを考えますとこれで、うまくいくとちょうど2分の1の確率で、アクセプトが出てくるということなんですね。ですからこれを、まあ、ちょっとうまい形で独立に2つ2回こう別々に走らせてでそれの、そしてエラーの確率を2分の1から4分の1に減らすと、ねということをやってあげますと高い確率でアクセントが出ますということになります。それ以外ですけれどもその DC、これはディターミニスティックなコンテクストフリーですね。それを DCFL と書きますけれどもこれとそれから RFA スラッシュ RN という中の言語でこのレギュラースラッシュ N というものに入らないものが出てきたということになります。それが先ほどのこれということになります。これは決定性のコンテクストフリーの言語ということになってますからこの結果からこれが出てくるということになります。さらに山神がで証明したのは要するに CFL スラッシュ M にも入りませんし、それから今度はこれディターミニスティックな、まあ、このことからですね。このことからディターミニスティックなアドバイスとそれからランダマイズのアドバイスというのが違いますよという結果が出てきます。さあそれで、今度は 1RFA スラッシュ L というのを今度別な言葉で表現しましょう。ね、要するにオートマトンという言葉を使わないで表現しようというのがこの話になります。でちょっと込み入っていますけれどもこの 1RFA スラッシュ N ですねディターミニスティックなアドバイスをもらって計算できる認識できる言語なんですけれどもの全体ですよね。その言語 S に対してこの条件を満たすようなイクイバランスな同値類同値関係というのが定義されるときと同値になってますよということになります。でこの、同値関係というのはどんな性質を持っているかといいますと次のような性質を持っています。この同値関係で、同値類別しますと、ここにあるこのデルタという集合ですね。これは X 入力 X をとそれから N この X を超える N とのペアですねとこの全体を同値類別してあげますとどうなっているかといいますとそれが有限個しかありませんよとそれが一つですね。それからもう一つ目ですけれども今度はパラメータここに出てくるパラメータ N なんですけれども N とそれから X と Y とちょうど同じ長さで N を超えないものですね。こういうストリングを考えましょうと。そうしますと次の2つが成り立ちます。この X にこのシグマシグマは一つの文字ですね。でこれが N を超えないときには、ここの集合の中に出てくるこのペアなんですけれどもこの形とそれからこの形が同じこの同値関係のクラスに入るというのとこのシグマを取ったやつですねも同値になっています入りますよということになります。だからもう一つ今度は XN とそれから YN というのがこの同じ同値関係で結ばれているあるいは同値類に入っている場合にはもともとの集合ですねこの S というものにこの XD が入っているかどうか YZ が入っているかどうかというのが一致します。あちょっとこれ先ほど書いた言葉で言うと解サブ S ということになります。これ特性関数として今 S を同じ言葉で使ってますけど同じ文字で使ってますけど
れども、これは解散エンドと同じです。ということが全ての次について成り立ちますよというわけですね。ですからこういう動詞類の言葉で書いたものと、それからこの、もともとその有限オートマトンですね、リバーサルの有限オートマトンで定義した言葉というの、集合というのが同じ形、同値になっていますということになります。まあそれで、今のキャラクタリゼーションをもっと簡単な言葉で書けないのかっていうのが、まあオープンプロブレムになります。それからこの先ほどやったのはディターミニスティックなアドバイスの話でしたけど、これランダマイズのアドバイスにしたらどうなりますかね。というそれからあとはもっと、まあこのキャラクタリゼーションなどを使って新しいプロパティですね、性質を、見つけてくださいというのがオープンプログラムになっています。はい、それでは3番目の話題ですね。今度は、量子オートマトですねにアドバイスをつけましょう。でまずディターミニスティックなアドバイスというのを、考えましょうということです。さあそこで、1QFA ですね、これはワンウェイの、クォンタムファイナイトオートマトワンウェイのクォンタムファイナイトオートマトンを 1QFA と略しますので、この 1QFA で認識される、しかもこのバウンデッドエラーというわけですね。つまりエラーのバウンドが、まあ半分を超えないと、ね、半分より下の定数以下となっているということですね。でこの、12週目にこの 1QFA というのを、こう実際はこの 1BQFA ですね、このバウンデッドエラーの B を取りまして、強調して BQFA と書いてるんですけれども、今回のセクションでは 1QFA と書いています。同じものですので間違いないでください。さあそこで、まあ、コンダクト・マトラスが証明したのがこの 1QFA というのは 1RFA ですね。先ほどのリバーサブルなファイナイトオートマトンと、それからディターミニスティックなファイナイトオートマトンで定義されるこの正規言語の間に入っていますというのを証明しました。さあそこで今度はアドバイスをつけます。でアドバイスの付け方は先ほどと同じようにこうトラックを、上下に分けまして、上の方には通常の、インプットで、下の方にはアドバイスのストレートというわけですね。これを同時に左から右に1回読んで終わりということになります。さあそこで、クラスとしては 1QFA スラッシュ N ですね、ディターミニスティックなアドバイスをつけた場合で、サイズですね、アドバイスのサイズはちょうど入力と同じイコールがついているということですね。で受理条件というのはこれ BQFA あるいは QFA と同じで、 X が L に入っているときには高い確率でアクセプトして、入っていないときには高い確率でリジェクトするという形になります。ちょっと書き方が悪かったですけども、アクセプトのときとリジェクトのときは高い確率で行いますというわけです。さあそれでエラーフリーのバージョンがリバーサルなファイナイトオートマトンと同じという言い方を先ほどしましたから、 1RFA スラッシュ N というのは 1QFA スラッシュ N の部分クラスになっています。さあそこでどんなことが分かるかといいますと、コンダクト・マトラスが証明したのはこういうことですね。アドバイスなしで証明したんですけども、アドバイスをつけても同じようなことが言えます、まあ、証明がちょっと違うんですけれども、アドバイスのことを考慮しても同じような関係ができます。さあそれから今度はリミテーションなんですけれども、いくらアドバイス N ビットのアドバイスをつけたとしても、 N シンボルのアドバイスをつけたとしても 1QFA を含むことはできませんよということで、クォンタムの方が確かに能力があるということが言えます。でこのことから、この 1QFA スラッシュ N と 1RFA スラッシュ N というのは違うということが証明です。どうしてかというと、これイコールになった場合には 1QFA スラッシュ N というのは 1QFA を含んでいますけれども、こちらは含まないという結果がありますので、矛盾が起こるということになります、ね。さあそれから、もう少し、リミテーションがありまして、 1QFA スラッシュ N はやっぱりこれレギュラーを含むほど強くはない、ということから出てくるのが、レギュラースラッシュ N と 1QFA スラッシュ N は違うんだということができます。でこの結果というのはコンダクト・ワーサルスが示した、
1QFA、これはアドバイスなしですね。これが、ディターミニスティックなファイナイトオートマトで定義できるレギュラーと違うという結果の、アドバイスバージョンという感じになっています。でこれが要するに拡張になっているというのはどうしてかという話なんですけれども、コンダックスマトラスが考えたのはこういうゲームですね。この L サブ0というやつですね。 X で最後に0があると、この言語が 1QFA ではできませんけれどもレギュラーですよということを証明したんですけれども、この L サブ0っていうのはもうすでにこの 1QFA スラッシュ N に入ってますというんで、同じ証明は使えないということになっています。ですから、まあ、これ証明するということに意味があるということになっています。さあそこで 1QFA スラッシュ N を別の言葉で表現しましょうというんですけども、これ完全な、if and only if の、コンディションではなくてネッサリーな、コンディションだけになっています。どういうことかといいますと、 1QFA スラッシュ N に入っている言語につきましてはこういう条件を満たすような同値関係がありますけれども、こういう同値関係があったからといってそれが 1QFA スラッシュ N に入っているかどうかというのは分かりません。ということで片方だけですね、完全に一致するというわけではないですね。でこの条件なんですけど、先ほどよりだいぶ複雑な形をしています。まあ、簡単に見ていきますと、まあ、コンスタントがとそれからイクイバルです、同値関係がありまして、先ほどと同じようにデルタ使いますよ。デルタはここになってますね。先ほどと同じ。そしてこの X サブ N とか Y サブ N というのはデルタから取ってきまして、Z というのはストリングで、シグマというのが一つのシンボルというときに、こういうような条件が満たします。でまず最初のやつは同じですよね。同値類別したものは有限語しかありませんというのと、それから X サブ N と Y サブ N がこの波線でイコールかという、これはもう一つ条件がありまして、クロスネスを表すリレーションというわけですね。要するに近いということですね。この X サブ N と Y サブ N がある意味近いというときには、同値の類別の中に入っています。まあ逆は言えなくても構いませんということですね。それで、長さを伸ばした方がこの小さい、この小さいというパーシャルなオーダーも必要になります。ですから必要になるのは、同値関係とそれからこの部分、順序ですね、それからこの、近いという関係、この3つが必要になると。先ほどまではこの、3本の、1つだけだったんですけど、今度は3つ必要になっています。ですので、まあ、この辺は同じですよね。似たような形で、ここのところがちょっと違いまして、この、これです、3本ですね、3本のところと、ここにクロスネスの条件が入ってくると、ね、これがあって初めて3本になるというですね。ですから、という形になります。それから、この6番目とそれから7番目というのがこの、この代償関係ですねに関する、記述ということになります。でこちらの方は、近さですね、に関するものということになります。で、この、ここででしたイコールというのはここにありますように、X サブ N と Y サブ M とそのこの両方が、これ逆ですね。X と Y で、こちらが Y と X ですね。この両方にこの不等号がついたときにイコールを表すという形で、先ほどのイコールが出てきます。ですから、これとこれが、この意味でイコールであれば、近い、両方近くて、同じ同値類別ができますよという形になっています。さあそれでセパレーションのリザルトですよね。で、今のことを使いますと 1QFA スラッシュ N というのが 1QF を含みませんよと。それでこのことから 1QFA スラッシュ N と 1QFA スラッシュ N はイコールになりません。それから 1QFA スラッシュ N はレギュラーを含みません。でここから 1QFA スラッシュ N とレギュラースラッシュ N が違うということが、でまあ、まとめてみますとこんな感じですね。で今まで示したのがこの赤い部分ということになります。で 1RFA の部分ですね、こちらがデターミニスティックのアドバイス、それからランダマイズのアドバイスという部分ですね。こちらの方がクォンタムの計算、それからこちらの方は、これから出てくるという部分になります。さあそれで今度はパワーですね。今度はランダマイズのアドバイスにしますと、これを要するにバウンデッドエラーではなくてアンバウンデッドのエラーにした場合にはどうなるかというと、
すべての言語を従事することができるということになります。つまりどういうことかといいますと、アドバイスのファミリーですね、このファミリーというのはすべての言語を含んでいて、これが一番大きいということになります。でどうしてかといいますと、まあ、簡単に言うとこんな感じですよね。まあ、通常と同じようにテープを2つに分けて、インプットとそれから、確率分布が生成するストリング Y というわけですね。で長さがぴったり同じということになります。でこの確率分布なんですけども、こんな形でやります。で今 L というのを、ターゲットの言語としましょうと。で、まあ、簡単のためにこの、N の長さの言の中には L に入っていないものもありますよということにしておきます。でそうしますと Y に入っていない、 L に入っていないような長さ N、長さ N のストリングに対しては、同じ確率で取ってきまして、 L に入っているものにつきましては確率0にして、まあ、出ないようにしましょうということですね。そして、その基本となる QFA ですよね、はどういうふうに定義するかというと、この上と下を見比べてぴったり一致してたらリジェクトして、もし X と Y のどこかの部分に違いがあったらアクセプトとリジェクトを2分の1で出しましょうということなんです。ですから最初から見ていって、途中で違いが出たらアクセプトとリジェクトに2分の1の確率で入りまして、最後までぴったり同じだったという場合にはもう 100% でリジェクトしましょう。そうしますと X が L に入っているのと、これがアクセプトが出るという確率がちょうどぴったり2分の1になるというのが同値になります。まあ、この時しかありませんね。このアクセプトが出るのはこの2分の1の確率の時だけなので、そういう形になります。ということで L というのは、この 1QFA のアンバウンデッドな 1QFA の RN という形になっています。さあそこで、R sub N につきましては 1QFA とそれからレギュラーを比較してみますと、レギュラーの方が入っています。でこれはコンダクスマトラスがアドバイスなしで証明したのと、同じような形になるんですけども、これランダマイズされてますから、アーギュメント自体がだいぶ違ってきますということですね。まあ、ダイレクトなシミュレーションなんですけれども、このアドバイスの部分の考察というのが特に入ってきますということですね。さあ、それでこの R sub N ですね、このランダマイズのアドバイスを使った場合ですけれども、これは、RFA につきましては、前に見ましたように、レギュラースラッシュ N に今入らないようなさらにこの 1QFA スラッシュ N と 1QFARN に関しましてもイコールにならないということが証明されます。でこれは簡単に言いますと、もしイコールであったとしますと、当然、こういうことが、分かってますよね。ここにあります。この部分を取ってやると 1RFA スラッシュ RN とレギュラースラッシュ N というのはこういう方眼関係が成り立ちませんというのがあります。ところが、リバーサブルなオートマトンというのはクォンタムのオートマトンの特別な場合ですから、この関係が成り立っています。ということで 1QFA スラッシュ RN というのはこの部分とそれからこの部分を合わせますとレギュラースラッシュ N に入っていませんということで、 1QFA スラッシュ N とレギュラースラッシュ N はこういう関係ができますよというんですけども、これは、矛盾で、実はこういうことが簡単に証明されますので、矛盾ということでイコールにはなりませんよという結果が出てきます。で、オープンの問題なんですけれども、アンサブ N に関しまして、これがイコールにならないということですね。という部分と、それからここの部分がイコールにならない、あるいはイコールになるという、こういうようなところがまだ分かっていませんので、この辺が、今後の課題ということに。さあ次の話題は今度はクォンタム、アドバイスをクォンタムにしましょうという話題になります。で、まあ、クォンタムアドバイスとは何かということから始まりまして、通常の形でクォンタムアドバイスを考えるとオートマトンの場合にはあまりうまくいきませんというんで、今度はアドバイスのトラックをリライダブルにしましょうという話が出て、最終的にこの 1QFA スラッシュ QN、 この Q はクォンタムのアドバイスという意味ですね、を定義するということになります。さあそこでまず最初、その出発点としてクォンタムアドバイスというのをもう一回振り返りますと、クォンタムアドバイスというのは、まあ、クォンタムステートです
いうわけですね。ですから、長さが決められた、例えば N というものがありますと、そのギャマですね、ギャマというアルファベットの中の、N、長さ N のストリングの全体ですね、そういうものにこのアンプリチュードがついて、リニアコンビネーションで書いてあるんですね。これが、クォンタムアドバイスというものになります。で、これが与えられた場合ですよね。ですから入力 X に対してこの、クォンタムのアドバイス、ファイサブ N、まあ、ケットのノーテーションで書いてありますけれども、こちらの方ではケットを抜きます。で、これは何を表すかというと、こういう形の、クォンタムステート、ね、まあ、スーパーポジションだとですね、X というのと、それから S と。S というのは古典の、ストリームになっています。で、まあ、絵で書きますと、この感じですね。入力のテープが2つに分かれていて、上段に X、それで下段の方には、ここで、出てくるギャンマーサブ N の中の長さ N のストリームがすべてこのアンプリチュードで掛け合わされて足し合わされたものということになっています。さあ、そうしますとこの 1QFS-N というのは QN ですね、クォンタムバージョンのアドバイスですけれども、どういうふうに考えるかというと、まあ、リードオンリーテープというのは通常リードオンリーですよね。でそこのところの、ロアトラックですね、上の段ではなくて下の段の方にこのクォンタムアドバイスが書かれていて、でこの機械 N という、まあ、クォンタム 1QFA ですね、読んで上と下と読んで、アウトプットをするという形で定義をしようと思うんですけれども、そうしますと実はちょっと不都合がありまして、先ほど言ったこれですよね、このリードオンリーテープにクォンタムアドバイスをつけると、で高い確率でターゲットの言語と一致すると、ね、この確率ことですよね。という形で定義をした、まあ、このクラスはどうなるかというと、実は 1QFS-RN ですね、ランダマイズのアドバイスと全く同じくなってしまいます。クォンタムのステートを使っているんだけれども、実はクォンタムのステートが、ランダマイズのアドバイスでシミュレーションできてしまう。これまあ、クォンタムのアドバイスを使う意味が全然なくなってしまう。でなぜこれが起こるかといいますと、これリードオンリーのアドバイストラックを使っているのが原因になっているということですね。そこでそのアドバイスのトラックをリライダブルにしましょうという話になります。まあ、どういうことかといいますと、まあ、シグマ上の段というのはこれ通常の入力ですから、書き換えることはできないんですけれども、下側の部分ですね、今ヘッドは右の方に、右の方にこう動きますので、まあ、もうちょっと言いますと、上段の方と下段の方と2通りありまして、で上段の方の、入力というのは、通常通りそのままで書き換えなしですね。でヘッドは右の方に向かって、ワンステップずつこう進んでいくと。で下段の方にある記号というのを、書き換えができるようにしましょうとですね。ですから今タウという記号があったら、これを π1 あるいは πsubk と、まあこれスーパーポジションでいいんですけれども、クォンタムのトランジションで変形しましょうということになります。でこれはどういうのかといいますと、まあ、ガーベージテープと呼ばれる、考え方とね、いらない情報をどん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 捨てていきましょう。でこの捨てたものは、二度とアクセスしませんという形ですね。ですからヘッドが動きます、右に動きますので、書き換えたものは左側の方にどん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 、移っていきますので、まあ、ヘッドからすると左の方に移っていきまして、もう一遍読むと、ヘッドが戻ってきて読むということはありませんので、まあ、これはガーベージしているという形になります。さあ、そこでこのリライタブルな 1QFA ですね、リライタブルといってもテープ全てではなくて、下側の、ね、この下側の部分だけをリライタブルにすると、でリライタブル、まあ、正確に言うとリライタブルなトラックを持つ 1QFA ということですね。これで、クォンタムのステートを与えましょうと、アドバイスとして与えましょうとですね。でバウンデッドエラーでやりましょうという形で 1QFS-QN を定義をしますと。でこの DFA にした場合ですよね、先ほどのようなリライタブルな条件というのはあまり意味を持たないというのはどういうのかといいます
と、レギュラースラッシュ N、これはワンウェイの DFA で、リードオンリーのテープなんですけれども、実はこれは、2way の、ディターミニスティックなチューリング機械ですね。ワンテープの、ディターミニスティックチューリングマシンで、とぴったり同じくなります。アドバイスのサイズはリニア、入力長さに対してリニアということですね。こちらの方はもう 2way ですから、書き込み自由でヘッドが右に行ったり左に行ったり、こちらチューリング機械ですから、こちらの方はワンウェイのオートマトですから、全然違うように見えていて、実は同じパワーを持っているということで、テープの内容を変えるということは全然、意味がないというか、まあ、要するにパワーを変えないというのが古典の場合でした。で、コンダムの場合につきましては、先ほどのようにリライタブルの条件をつけると、実は違ってくるということですね。1QFA にコンダムのアドバイスをつけてやると、これレギュラーの、しかもこれランダマイズドのクラスも含んでしまうという感じですね。というふうに大きくなります。で、ちなみに比較としてコンダクスワトルスがやったのは、1QFA でアドバイスがなしはレギュラーよりも真に小さくなっているというのがだいぶ違ってくる。要するにこれがフォンタルのアドバイスのパワーということになります。さあ、それでクロージャーのプロパティですよね。1QFA というのは、実はユニオンとかインターセクションに関して閉じていないということが、アンバイニス、それからキクスツ、それからバルザッツの3人で証明しているんですけれども、これアドバイスをつけると、クォンタムのアドバイスで、これリライタブルのトラックを使っているんですね。を使ってやりますとどうなるかというと、実は全てのブーリアンオペレーションに関して閉じている。例えば、コンプリメンテーションとかユニオンとかインターセクションに関して閉じています。になりますね、それで、オンタムのアドバイスを使った部分、この2つですね。この2つが出てくる。ただし、ここの点々のところっていうのは、ここにありますように、プロパーかどうか、真に含んでるのかどうかっていうのはまだ分からないところということで、この辺が、分かったらいいなということになっています、ね。で、今言ったようなところが、証明できるかということですね。で、それ以外の部分ですね、この線がない部分については、どうなっているのかがよく分かりませんので、そこの部分につきましても証明できたらいいなという形です。さあ、それで、いよいよ最後の話題になりますけれども、今度は、内部状態というものを、計算量として見たときに、それを量子化しましょうという話になります。で、ちょっと復習も兼ねてなんですけれども、ステートコンプレクシティというのはその内、オートマトの内部状態がいくつあるかというのを測る、メジャーなんですけれども、通常のトラディショナルな、ステートコンプレクシティというのはどう考えているかといいますと、内部状態の数なんですけれども、それは、どんな入力に対しても、定義されているあるいは動いているようなオートマトの内部状態の個数を考えています。で、これを、量子化して、考えたときそのアンバイスとかフライバルが考えてたの、証明したのはこのような内容ですけれども、こういうようなものに、使っています。それから、ベルゲッティとかパラノ、それからフィギジーニたちが、もうやってますし、それからフライバルド、それからオーズです、それからマンチンですか、あるいは、ヤカリルマンズとセイ、それからゼングスかグルスかクイと、こういう人たちが、このトラディショナルな意味合いですね、まあ、コンサーバティブとも言えますけれども、コンサーバティブなステートコンプレクシティに対して結果を出しています。で、それとは別に、例えばアンバーニスとかナヤクとかタシマとか、バズラーニたちが考えているのはこういうことですよね。言語というのを区切ります。長さを N にして、これ失礼します、長さね、WN0 っていう長さが N までの言語を考えますと。で、この言語に関しまして、でそれを認識するためには、内部状態、イナーステートがどのくらい必要かという形で、入力の長さを、フィックスして、あるいはこう N までとかね、こういうような形に制限して、した有限オートマトンの内部状態を考えます。これがまあノントラディショナルなステートですね。これはもう関数になります、ね。それをイントリンシックという言い方で表現しています。さあ、そこでこれから考えるそのイントリンシックなステートコンプレクシティを考えていきます。で、通常の
有限オートマト、あ、有限オートマトですね、クォンタムの有限オートマト 1QFA あるいは 2QFA をこれから考えていきます。それで、イプシロンというのが今エラーバウンドというので、まあ、関数として使っておきましょう。エアンプリチュードの積を重しの K と、ね、で L サブ N というのは L の中の弦で長さが N というのに制限したものというわけです。でそして、こういう言葉を手にします。言語を認識するんですけども、at n と n というところに切って、そこで l を認識する、ね、でエラーがイプシロンでアンプリチュードのセットは k を使っていますというのはどういうことかというと、機械は k アンプリチュードだけを使っていて、x が l サブ n に入っているときには高い確率でアクセプトして、入っていないときには高い確率でリジェクト。で重要なのはここですよね。 X のサイズが長さ N だけを見ていると、ね、@N っていう言葉がついてますけど、そこだけを見ているということになります、ね、でこの N より外側の部分にはどうなってるかっていうのは一切感知しませんということです。さあそこで、もう一つ言葉です。今度は Up to N、 さっきは @N だったんですけど Up to N っていうんですね。で、記号として L サブアップモーストエンドですね。N 以下の長さの、ストリングだけを考えましょう。でその時に、こういう言い方をします。つまり L を、認識すると。長さは N まで、ね、アップトゥ N で、エラーがイプシロンで、K アンプリチュード、K というアンプリチュードセットを使って定義されるというわけです。ね、さあ、まあ、例で書く。ね、これが全体で N という長さ、下の方から長さが0、1、2、3、0.0 とこう上がっていくんですけど、長さ N までの長さのストリームを全部考えて、 L に入っている部分と入ってない部分ですね、ここについてこの M という機械が、正確に表現していると。でそれ以外につきましてはどうなっているかわからないとですね。さあそこで今度は、ね、記号ですけど 1QSC とそれから 2QSCQSC というのを定義をします。でこれは関数で長さ N というものを固定したときにそれを認識する、正確に認識するオートマトですね。 1QFA と 2QFA のオートマトの内部状態の数というものがアウトプットということになります。でこの 1QFA で K、Y で L でこの at most N という場合にはここのところが at N ではない、アップトゥエンという形で定義をされます。まあ、見てわかりますと、このアットエンドとアップトゥエンドということですから、当然このアップトゥエンドの方が、まあ、値としては大きくなる可能性がありますよということになります。まあ、トゥの方、トゥエンドの方も同じです。ね、さあ、そこで、このバウンデッドエラーっていうところですね、この B をつけたりつけなかったり、講義の中でしてますけれども、考えているのはバウンデッドエラーです。で、ビジャグラと山上が証明したのはこういうことですね。バウンデッドエラーの 2A の QFA を考えましょうと。で、アルファベットは U なりではなくて2以上ありますと。そうしますと、そこの言語というのはうまくイプシロンを取ってやります。エラーを取ってやりますと、必ずこう、1と、ね、コンスタントと。いうので抑えることができます。まあそれはそうですよね。この 2QFL っていうのはこれを認識する機械が1個あるわけですね。ですからその内部状態っていうのはコンスタントですから N にも関係なく、取ることができますということになります。さあそれ で基本的な性質なんですけれども、 2QSC というものはこの1とそれから長さの、プラス1のところ、入力の長さプラス1と、入力の長さ、なんていうのかな、シグマがバイナリーであれば2の2乗ですね。ですから要するにここの中に出てくるストリームの数全部とプラス1までの間ということになります。それからコンプリメントに関しまして、これイエスノーだけをひっくり返しにすればできますので、まあ、大きさ的には同じだ、ね、それから、ここですね、この C というコンプレックスをこのリアルナンバーのアンプリチュードに変換しようと思うと、まあ、2倍ぐらいにしてやればできますよということですね。でそれからあとはもう一つこれですね、こ
1QSC とこの atmostn とそれから atn というのはどのくらい違うかというと、まあ、大体こうエクスポネンシャルに違ってますということが、分かってます、ね。まあ、そうなるようなレギュラーありますけど、ね、レギュラーセットがちゃんと作ることができますというわけです。それから先ほど出てきましたように、バウンデッドエラーの 1QFA というのはユニオンとかインターセクションに関して閉じていないというのが証明されていますけれども、実際どのくらい大きくなるのかですね。 L1 と L2 と2つ言語がありまして、 L1 の方が、このステートコンプレクシティが K1 で、こちらの L2 の方が K2 だった場合ですね、この K1、K2 をかけてさらに8倍の N プラス3をかけたぐらいで抑えるということで、これまあもうちょっと減らす、ここの部分が例えばもっと減らせるのかどうかというのはちょっとよく分かっていません。で、もちろんこれ確率が入ってますので、確率が、だいぶ小さくなります。まあ、これちょっとプライムなんですね。プライムはこのくらいの形になりますということですね。で、BQFA に入っている言語につきましては、まあ、インターセクションもそれからユニオンというのも大体こう、1で抑えられているというわけです、ね。で、こちらの方はユニオンとインターセクションに関して閉じているかどうかというのはよく分かっていません。で、ジャグラと山神が証明したのは、ここの部分ですよね。このインターセクションとユニオンに対しましては、2の 6N2 乗ぐらいで抑えられる。まあ、本当はもっと小さくなるのかもしれませんけれども、まあ、このぐらいあればできますよというのがあるで。それで、話はもうちょっと進みます。この BQFA にスラッシュ N というのをつけてですね、これは先ほど出てきたやつですね。先ほどは B が書いてなくて 1QFA スラッシュ N という言葉で出てきましたけれども、でこちらの方はそれを 2A にしたものですね。この 1QFA を 2QFA に変えて同じ条件で、書いたものと。この2つに関しましてはどういうことがわかるかといいますと、2BQFA スラッシュ N というものに関しては、N で抑えることができます。2BQFA に関しましては、1で抑えることができます、ね、いう形です。こちらの方はアドバイスがなくて、こちらの方はアドバイスがある。要するにアドバイスがあった場合、そのアドバイスの分の処理で、まあ、同じぐらい、この N ぐらいが増えますよという形になります。ね、レングス N のアドバイストリングが、だいたいこの N に比例しているという形になります。まあ、これ逆はできるかどうかちょっと分かりません。この条件からこちらの方に入っているかどうかというのはちょっと分かりません。さあ、そこで次は今度はメイトリックスランクというのを考えます。で、言語を考えて、でその、言語に対しましてこの、行列というのを考えます。これはどういうのかというと、X と Y と2つあったときに、この XY というのをコンカテネーションしたものが L に入っているか入っていないかで、0と1を出す大きな行列を考えます。で、この N っていうのはこの長さね、XY をコンカテネーションした時の長さが N までっていう長さを表しているということになります。それで今 A っていうのはこのアルゴリズム、クォンタムのアルゴリズムだとしましょう。まあ、これから考えるのがクォンタムのファイナイトオートマトンですけれども、考えた時に、でそこを入力が XY を与えた時にアクセプトになる確率を表現した行列というのも考えましょうということですね。で、この行列がイプシロンアプロクシメーション、この上のキャラクテリスティックメトリックスをアプロクシメーションするというのはどういうことかといいますと、この L の up to N ですね、ここの言語をこのアルゴリズムがレコガナイズする確率がイプシロンよりも小さいと、エラーのイプシロンよりも小さいものでアクセプトするという場合にこういう言い方をしましょう。どうしてかというと、このP sub n っていうのは、ある意味この A というものを表現しているわけですから、この P sub n がイプシロンというエラーで、全てこの M sub n というものを表すことができるというのは、この A が L という言語を、まあ、up to N ですけれども、認識するというのと同じことになっています。まあ、正確に言うとこういう形になっているんですね。さあ、そこで、結果としてビジャングラと山神が証明したのが、どんなファンクションを取ってきましても、
この値というのは実はこの要するにここですね、この、ステートコンプレクシティというのは実はこのランクのルートをこの値で割ったものよりも大きい、つまりこれが、ロアバウンドになっているということですね。でこれを使いますとどういうことが証明できるかというと、L というのはログスペースなんですけれども、2BQFA で、時間をこのぐらいですね、2の N の6 N over 6ですね、6分の N 乗を N の2乗で割ったぐらいの値ですね、ぐらいに制限しても、L を認識することができます。つまり L の方がもっと複雑なものが入っているということですね、ということが出てきます。じゃあ、まあ、オープンプログラムとしては、まあ、2BQFA に対してこうなっているのかなっていうのが、よく分かる前の時にですね、というような、問題が立っていませんということで、今日の話は、全て終わりということになります。で、まあ、クエスチョンがありましたら、授業の後に、質問をしてください。ということで、今日は終わります。どうもご苦労様でした。